コナーニール・ラルフ・ウィッカム、コナーニール・ラルフ・ウィッカム、1993年3月31日体は、イングランド・ヘレフォード出身のサッカー選手。プレミアリーグ・クリスタル・パレス FC 所属。ポジションはフォワード。2002年に、レディング FC でキャリアをスタートさせ、2006年に、イプスウィッチタウン FC に移籍した。2009年にトップチームに昇格し、4月に、 ドンカスター・ローバーズ FC 戦で16歳と11日でのデビューを果たしクラブの最年少出場記録を更新した。2010年5月、トッテナム・ホットスパー FC から獲得のオファーが届いたがクラブはこれを拒否した。2010から11シーズンにはリーグ年間若手最優秀選手賞をはじめ3つの個人賞を受賞した。二千十一年六月十九日、 プレミアリーグのサンダーランド AFC に移籍金最大1200万ユーロの4年契約で移籍した。2013年2月8日、シェフィールドウェンズデー FC に1ヶ月間の期限付き移籍で加入し、同年11月1日に再び、シェフィールドウェンズデーに期限付き移籍した。2014年2月26日、リーズユナイテッド AFC に2013から14。 シーズン終了まで期限付き移籍することが発表された。2015年8月3日、推定移籍金700万ポンドで、クリスタルパレス FC に加入。イングランド代表として U-16 では、ビクトリーシールド獲得に貢献し、U-17 では2010年に UE U、UEFAU-17、欧州選手権優勝に貢献し、自身も3ゴールを挙げる活躍をした。 ありがとうございます。